こんにちは、翔太です。今回なんですけど、新しく来たですね、シャドウの悪魔の鏡、見ていこうかなというふうに思います。まあこの立ち絵なら大丈夫じゃないかな。いや一応隠しとくか。ちょっと一応隠してやろうかなというふうに思うんですけど、まずですね、こちらのキャラクターなんですけど、奥義2つあります。アマテラス、光月、ハンニバル、鏡で、次の MR キャラクターでしょうね。多分バリア崩壊耐性 2% 物理放出療法をつくと、でもう一つが鏡、服部、半蔵、風魔、小太郎、ソジュ、闇を歩くキャラクターたちで HP4% と会心値レベル ×20 つくと、バリア崩壊耐性があるという点は優秀ではあるんですけど、基本的にはまあそんなに大した奥義ではないかなというふうに思います。まあ、ハイカキンの方からするととんでもない奥義ではあるかなと思います。それではですね、まず武器から見ていこうかなというふうに思います。MR の武器なんですけど、筋力レベル ×300、攻撃力 21%、 物理防御貫通1100となっていると。まあ筋力ここにあるの結構厄介ですね。まあこのキャラクターを使う場合は、まあ武器は作った方が無難なのかなというふうに今感じました。UR 戦の武器は筋力レベル ×280、攻撃力 19%、 物理防御貫通1000と。それではですね、このキャラクターの性能を見ていこうと思います。まあ連携スキルが多分一番メインかなと思いますので、そこから見ていきましょうか。それでは、連携スキルとなります。ちょっと待って、結構欲しいかもしれない。主体副将の状態性無視が 35% 増加で、影舞と影光が解除されない。で主体副将の HP 上限が 10% 増加と、物理防御力がレベル ×100 増加。影前はようわからんけど、アマテラスにつけたいな、これは。結構良くないですか。てかこれからの連携スキルはあれなんですかね、もう各、職業ごとの、職業ごとに上がるのはなくなって、全体的にこのちょっとまったり上がる感じ、まあ多少上がる、上昇率は下がるけど、全員につけて、もう誰につけても上昇するステータスが上がるって感じになるってことですかね。状態性無視 35% 増加っていうところで、まあアマテラスのスキル1ですね、まあ120% か、状態性無視あったと思うんですけど、なんかそれでも足りない時たまにあるので、まあそれの後押しとしていいかなというふうに思いましたし、まあ影前はようわからんすけど、影光ですね、が解除されなくなるというところで、アマテラスですね、影光が解除されてしまうというところが弱点として一つあったので、まあこのキャラクターをつけることによって、まあ、他のキャラクターで影光が解除されないっていう状態も作れるんですけど、まあ、それはちょっと他のキャラクターと一緒にいないと発動しないので、アマテラスだけで、その部分が完結するっていうところで、めちゃめちゃいいな、これ欲しいな普通に。いや欲しいけど取れるかちょっと考えますけど、7周年のキャラクターも来るんで、まあスルー推奨かな。いやめっちゃ強いとは思います。で物理防御力も上がるんで優秀かなと思いますね。じゃあパッシブ見ていきますか。まあ、このキャラクター自身がどうなのっていうところを見ていこうと思います。パッシブはやっぱり攻撃力 65% 上がってますね。で防御貫通が1100と、防御貫通は弱いですね、貫通系このキャラクターで。 HP65% 増加で、状態性が 75% 増加と、なっています。状態性も75だけだとって感じですけど、で筋力値の2倍分敏捷ダメージをカットできるので、まあ弓章に多少強く出れる。で体力レベル ×300 と HP 吸収 20% 増加と。まあ HP 吸収もあまりいらなかったんですけど、ちょっと反射が増えてきたので、まあ多少足しにはなるかなと思います。で長えな。ちょっと待って、なんかややこしいぞこれ。やっぱアマテラスと一緒に使ってくれって感じか。まず出陣時に6ターンの間自身が影前整合になると。で、物理会心ダメージが 10% かける影前整合の残りターン数増えるっていう風な感じです。でこの影前っていうのはクリティカルが出ると、ターン数伸びていきで、最大ですね10ターンまで伸ばせるので、物理会心 100% 上がります。でまあ出陣時6ターン入ることができるんで、まあ、60% 上がった状態からスタートっていう風な感じです。まあこれは狂乱に入ってもらうとちょっときついような気するけどな。
で影舞だったらダメージ 65% カットついているんで、ダメージカット率はまず 65% とで物理回心ダメージさらに 50% 増えるの、じゃあ 110% 増えた状態でスタートなんですね。なのでクリティカルが出たらかなり火力は出せるような感じしますね。で自身が影光状態に入るとき一旦内で遊泳状態になって状態状態性が 75% じゃあ合計 150% あるのか。でダメージが30から 60% 減少と。ということは、なるほど、じゃあ 80% ぐらいのダメージカットっていうのはあるんですね。影光に入れば、影光に入れば、ちょっとわからんくなってきたぞ。で毎回攻撃前に自身が影光状態、影光生後状態ではない場合 100% の確率で敵の影光生後状態を解除し自身に付与。どういうことだってばよ。自身と敵が同時に影光生後状態の場合、敵の影光生後状態の残り吸収量50%を解除し自身に付与。なんか良くない？なんかいいような気はする。マーリンとかにはちょっと強く出れそうな感じしますね。これ解除するわけじゃないんで、多分解除できない影光生後にも効くと思うんで、なんか面白いな。で自身の影光状態と味方の影舞状態は解除されないと。味方の影舞、あれこれ漢字間違ってる、合ってんのか、こんな感じでしたっけ、なんか違和感がある、すごく。で自身が致命傷を受けたとき致命ダメージ無視して異常状態をすべて解除して 80%HP 回復で2ターンの間祝福生後になって、攻撃力と会心率 50% 増加と。で 100% の確率で攻撃者の影光生後状態を解除し、自身に付与。どういうこと。めちゃめた相手依存、いや使いにくいなこれ。いやなんか今の環境だと使えるような気はしますけど、影光生後のキャラクター多いんで、まあでもうーんうーんって感じですね。でこの効果は3回まで発動可能で筋力値の3倍分攻撃力ダメージをカット。いや面白いな、いやめちゃめちゃ面白い。でスキル見ていきます。どちらも筋力と攻撃力ダメージあるんでちょっと期待できますね。まず敵4名に 800% の物理ダメージと筋力値の14倍と最大攻撃力の 100%。 結構強くない？しかも筋力値が最も低い敵を7回追加攻撃する。かなり火力高いな、めっちゃ高いな。毎回攻撃前、自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合会心率が 50% 増加。でもあれか、このキャラは祝福生後に入るタイミングは微妙ですね。祝福生後に入るタイミングなんでやっぱアマテラスをセットで使ってって感じやな。それで回心率 100% 増加になりますもんね。自身の残り HP パーセンテージが敵より低い場合、自身がそのダメージの 100% の HP を回復するんで、まあいいんじゃないですか。反射ダメージとかもケアできてるような気はします。で全ての攻撃を4ターンの間味方6名を4ターンの間攻撃制御、これ筋力値の3倍分攻撃力ダメージカットですけど、こっち信用制御つくの。状態状態性が上がって毎ターン行動前自身の異常状態を1つ解除の信用制御が味方6名に4ターンの間つくの。状態状態性 25% 増えると。でこのスキル発動し、自身は撃破されない。でも筋力値が最も低い敵攻撃するのか、じゃあタンク対策にはあんまりなってないのか。いやこれだったらなんかもうちょっとタンクキャラクターを攻撃してほしかったな。タンクキャラは基本武将やから言うて筋力値高いと思うんですよね。なるほど、ちょっとこれはって感じですね。スキルには影の力で戦うみたいです。体力値が最も低い敵4名を、3回攻撃し毎回 800% から 2000% の物理ダメージと筋力値の10倍から25倍と最大攻撃力の 100% から 250% 強いな。3回攻撃するの。攻撃人数が少ないほどダメージ高くなるやつですね。で毎回攻撃前自身の筋力値ができる高い場合会心率 50% 増加。これどうだろうな。いや最近武将弱ってきてるんで正直武器作らないといけないですけど、このキャラクターの場合は武器さえ作ってしまえば案外、武将以外には筋力値勝っていけるんじゃないかなというふうに思うので案外いいんじゃないですか。筋力値高くてクリティカル出やすいんじゃないかなというふうに思います。で全ての攻撃を4ターン内で味方6名を、何これ初めて見た気する、朝嵐長乱
筋力値のレンジ倍分筋力圧力ダメージをカットするやつと正規整合、流血状態の、状態上耐性が 50% 味方全員上がる。あ、なんかいいな、結構ちょっと欲しくなってきたな。ちょっと UR 戦の状態とは、からは考えられないぐらい強くなりましたね。正直正直メインキャラクターとして取ってもいいし、連携スキルもかなりアマテラスにつけるにおいては魅力的だなというふうに思ったので、正直取ってもいいんじゃないかなって思うレベルのキャラクターかなというふうに思います。まあ、ただ7周年が言うて2ヶ月後控えてるってところがあるので、まあ、そこのキャラクターを多分取った方がいいかなと思うので、そのキャラクターを取るための原本を残しつつこのキャラ取れる方は狙ってみてもいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、よくも悪くもこのキャラクターをメインで使うにはお相手の影光が肝になってきますので、まあ、割と最近のキャラって、帽子みんな影光貼るキャラが多いと思うので、まあ、意外とめちゃめちゃ吸収できるんじゃない、むしろ 50% 毎回吸収するんでしょ。いやなんか結構使えるような今の環境だと少なくとも使えるような気がします。ちょっと帽子が弱ってきたら多分使いにくくなるんじゃないかなと思いますが、今はちょっと帽子が強い環境なので、このキャラ使ってあげるといやめっちゃ強い気がする。今の環境だと少なくともめちゃめちゃ強いような気がします。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。